どうもー今日はね水曜日なんでお酒を飲みたいと思います。こっちですね、ハイボール。いつものようにティーチャーズですね。えー、ティーチャーズでハイボールを作りました。まあ、そこまで国内普通ぐらいの濃さで作りました。ーいやー、今週は大変でした。なかなか売り上げ厳しくてですね。 どうしようかなとこう自分の中でも頭を抱えていたんですけどもまあそう言ってもしょうがないんでね自分のやるべきことをやってですねえあとは待つしかないという状態でありましたえーでちょっとねさっきほどなんですけどもですねあの家族がねマクドナルドでねえ商品を買ってですねえっとですねあれですあのお客さんからね 株主優待券もらったんですね、マクドナルドのねで。普段マクドナルドの商品はほとんど買わないんですけども、えー、せっかくいただいたんでですね、その、えー、とね、バーガーとドリンクとサイドメニューが一つずつですね、無料ど、何でもいいんですね、一番高いのでもいいんですね。で、それで、えー、無料券がその3つあってですね、それをこう家族にちょっと買いに行ってもらったんです。で えー、バーガーがこう高いやつねサムライバーガーのなんか高いやつとそれとポテトはもちろん L でほんでマックシェイクをこう買ったということでほんでまあ家族が帰ってきて中身見たらですねポテトと、えーまあ、シェイクしかなかったんですねで、えーまあ、母親がちゃんとし中身確認してなかったんでですねあのー、あれですあのー まあ、バーガーガがないとでそのままないっていうんじゃ困るんでですね、えー、そのマクドにこうちょっと電話をしてですね、えーまあ、僕が電話してもよかったんですけど、まあ、家族が電話してですね、で事情を説明したらです、ねえー、持ってきますということで、えー、もう一回まあバーガーとポテトとシェイクを持ってきてくれたということで、さすがマクドナルド、えー、ちゃんとその辺こうサービスをしっかりこう徹底しててですね、 えー、しっかりとこう持ってきてくれたということで、えー、逆にそのポテトとシェイク分がちょっとお得になってしまったという形になったんですけどもまあ、えー、母親が確認しなかったのも悪いですしその渡してくれる人もね、えー、ちょっとなんかね混雑してたらしくてそれで間違えたらしいんで,でそれをフォローをね し、えー、しっかりしてくれたらですねこちらはもうそれは別に何とも思わないというかその母親が確認中身を確認しなかったところがちょっと。 こちらのマイナスではありますけど大体いただいたらそのまま持って帰りますよねなかなか中身確認までしないんですけども、えーまあ、落ち度としてはそこを確認しなかったことがちょっと落ち度かなというところではありますただ、えー、マクドナルド側もその間違えて渡してるんでね、えー、その辺がこうあったとほんで、えー、人間なんでねミスは絶対あるんで でそのことに対してこっちがこうでしたって言ったらそれに対してこうちゃんとフォローしてね、えー、持ってきてくれたということで、えー、その辺ねやっぱりしっかりとこう丁寧にね、えー、対応されるなというところで一つちょっとこうまあ勉強になるというかねうんそこはマクドナルド自体はこう配達はしていないところやとは思うんですけども。 えー、わざわざ車でこう,こう雨の中でしたけども車で来てこう運んできてくれたまあもちろんね近いところではあったんですけども、えー、こちらの住所を聞く前に、えー、家まで持ってきますとこう言ってきてたようなんで多少遠くても持ってくるつもりだったんだろうというところでその辺さすがにそういう大手はね、えー、しっかり対応するなというところですね。 うん、でそれが、えー、自分の、えー、商売で当てはめると何になるんかなとちょっとよくわからないですけどもうんそれは何でしょうかね、えー、僕も一応近所の人にはこう送り迎えをこうする60分以上のコースやと送り迎えっていうサービスはしますで使われる方はあんまりこういないんですけどもですねえー、っとあれですね ちょっとこう足のね、えー、具合が悪い方はそれをこう使われますね。う、え、ち、ー、までこう送迎してくださいということでこう頼まれて僕は送迎します。でそのお客さんがきっかけでその送迎サービスをこう、えー、するようになった。まあ、ほとんど使われないですけども、えー、送迎サービスをされる方があってで、えー、毎回こう使ってくれた人もいたんですけどもですね、えー、お医者様に止められてね。 そのボディケアね、えー、そういう施術を受けるのはよくないということでこう来られなくなった方はおられましたその方は結構使っていただいてましたね、えー、そんなのをちょっとこう思い出したりこうしました、うん、そして今日今日ですねえー、日本酒こちらですね一ノ倉えーのえー、無関察一ノ倉 えー、どこのお酒かな宮城県ですね。宮城県のこのお酒です。一ノ倉というお酒ですね。これをちょっと飲んでいたまだ開けてないんですよね。今日初めて開けます。開けて。さて、どんな味でしょうか辛口だったと思うんですが。よし。一ノ倉。うん。 楽しみですね。よいしょ。いただきます。うん。丹麗ですね。丹麗 ん辛口辛口なんかなあそうか辛口は辛口ですね。えー、で、うん。飲みやすいですね。すごくすっきりした感じ。んスッキリん うんうん、まあまあえー、飲みやすいかなとちょっと油断すると飲みすぎてしまうような感じですね、うんうん、まあいいんじゃないですか、うん、なかなかこう飲み重ねていくと美味しく余計感じるんでしょうかね、うん そして今日のおつまみはこちらです。きんぴらごぼう、えー、オリーブの実、ラッキョウ、えー、シソニンニクというところを、えー、つまみとしてちょっと用意してます。あてですね。まあちょっとラッキョウいただきます。うん うーん、えっ、ー、とね、ちょっと体重が増えましたね、うん。1週間に1回水曜日に測ってるんですけども、体重、体脂肪などね、えー、体の年齢とかいろいろ測ってるんですけども、ちょっと増えました。1kg ぐらい、うん、1週間で1キロぐらい増えてたんでですね、うん、やはりちょっと。 僕は運動量は結構ある方だとは思うんですけども、えー、やっぱり運動するだけでどんどん痩せていくっていう形はこう、えー、作れないんだなというふうに思いました今日の増えたんでね。で、まあ、まあ筋肉量も増えてるのかもしれないですけども、えー、体重が増えてるということでうんまあ今日はでもある程度納得というかあのー。 まあしょうがないかなというそのそれなりにちょっと食事ちょっと多めにとってたんでう <laughs> んまあしょうがないかなというところでしたね。で今週で言うとですねまあまあ非常にねこう いろいろ考えさせられる一週間だったなというふうに思いますで、お酒のこともそうですね今お酒を飲んでてこんなこと言うのもなんかちょっとこうあのついつまというかなんかこうお酒飲みながらこの話をするっていうのはちょっとこう変なんですけども お酒自体をねこう今週2回水曜日と木曜日飲んでるんですけどもそれ自体どうかなっていうふうにちょっと考えていますえ決まったように水曜日木曜日になったらお酒を飲めば飲んでいいと自分の中でこう決めてましたチートデイなんでって決めてたんですけどもそのお酒飲むことがそこまでこう 自分,た自分とってねこう必要なものかなどうかなっていうことをちょっと考えます確かにお酒飲めるのは嬉しいこと今の段階では嬉しいことではあるんですけども、えー、だんだんとねこうもうちょっと年を重ねていった時にある程度お酒をこう手放すようなこう状態を作ってもいいかなというふうに思いますだから週今 2回飲んでるのを、えーまあ、だんだん週1にこうしていくとかで週1にしていきながら、えー、まあ変な話2週間に一遍するとかですね、うん、そこまでしなくてもいいんかもしれないんですけどもそのお酒を飲む まあその時はね、こう、ふわーっとね、こう、気分よくなりはするんですけども、うん、果たしてそれはどうなんだろうかなっていうのをちょっと考えますね。その、えうん、確かにお酒、うん、いいんですけども、うん。で、まあまあ、こう、知人とかね、 友人とかでこう飲んだりしたらこうもちろん楽しいんですけどもそれはねこうお酒がないでお酒を飲,む飲みながら喋るから楽しいっていうことよりもですねそのお酒を飲まなくてもねがっつりこう話してて面白いこう人っていうのはいるんでそ,のそこにお酒を介する必要があるんかなと思ったりもしてますね。その うーんお酒やとまあ誘いやすかったりいろいろあるんでそういう時はそういう誘い方でもいいんでしょうけどもそのお酒自体をこう絶対的にこう必要なものという感覚がちょっと薄らいでるでお酒を飲まない状態で次の日にこう、えー、なった方が良かったりとかいうこともこうあるかなと。その お酒を週2回連続2日連続飲んでしまうとうんまあいろいろ体にも負担がかかってくるだろうし本当に自分がそこまでお酒を飲みたいと思ってるのかなということですねその辺がこう,うん自分の中でねこうお酒を飲みながら喋ってるんでものすごくこれ変ですけどね。 ななな感じになってるかももしれないんですけどもちょっとねこうまあ5日間飲まないんですけどもその5日間飲まない間中日とかにほんまに俺お酒飲みたいと思ってんのかなとその休み前やとまあ今までの習慣でこうお酒が楽しみやと思ってる感じになってますけどもそれ自体が本当に思ってるかなっていうところですよね。うん そのお酒を飲まずにいろいろねこう楽しめることっていうのはあるというふうなこともちょっと思ったりしますね。というのはね先週とかもですねこう水曜日のお酒を飲んで木曜日が定休日なんで木曜日いろいろ動くんですけどもその時にちょっとこうスマホをね あのー、スマホをちょっと忘れてしまってまた忘れてそのまま違うところへ行こうとして途中で気づいて戻ってスマホをまた、えー、自分やっぱり忘れててそれでこうそれがちゃんと帰ってきたからよかったそれは日本やから帰ってくるんですけどもそういうこととかですねその買い物に行ってですね その荷物があって荷物というかその野菜の苗とかを買ってですねそれをこうえトランクにこう入れてですねほんでその時にその苗を移動させるために持ってる財布とか携帯をですね車のボンネットにこうポンと置いたんですね置いてそのえ野菜の苗なり野菜花とかをねこう 乗せていってる間にですね、そのボンネットに財布と携帯、スマホを乗せたことを忘れて、車に乗ってエンジンかけて、そのまま走ったんですね。で、パッと見たら、前にその、えー、そのフロントガラスの外にですね、財布とスマホが置いてあるんですね。で、走ってるんですよ、僕。ほんで、気づいて、うわー、そうや。 俺取っっててないよと思ってすぐ止めて、えー、ハザードつけてですねほんで道路だったんですけどほんで降りてその出て取って入れてそれで途中でね走ってる間に落ちなかったから良かったですけども、あのー、そんなことをこう忘れるようなこう状態にこうなってたということなんですね。でそれはものすごく怖いなと思って自分の中でね。 こんなことになってる状態をこうえお酒を飲んでなかったらですね全くそういうことはまず僕そのシラフがずっと続いてる時のそれはまあまあ分かんないですけども外へなかなか出れないんでねその平日その仕事をしてる時はいや分かんないですけどもそういうミスっていうのはまずありえないかなと思うんでそれはお酒を飲んでるからそういうこう何て言うんですかねこう忘れてしまってる。 こう記憶が老いたことすらも記憶の中にないような状態でそういう状態を作り出してるっていうのはそのお酒をその前日にだから水曜日飲んで木曜日動いてるんでねその水曜日飲んだことによってですねそういうことになってるで、えー、例えばその水曜日飲まずに木曜日定休日で過、えー、ご,すごす場合は ずっとシラフの状態なんでまあまあ大丈夫な状態で一日が動けるんですけどもで木曜日例えば飲んでも金曜日が仕事なんでそれは外へ出るっていうことがこうない自宅店舗でやってるんですねそれはこうお客さんに対峙するっていうことでこう接客していくことに関してはですねえまあ水木と飲んでも金曜日に対してその 何,か何らこう集中力が下がったりすることはないそのお客さんが来ていただいてその施術することにあの喜びを感じてるんでそこはこう集中してできるんでねえそれに対しては問題ないんでですね問題はですねその木曜日に動いた時にその記憶喪失までいかないですけどもちょっとそういう忘れっぽいところがこうえお酒を飲んだ時に出てきてるなということでえお酒を 果たしてどうかなとそので休み前なんで余計こう飲み過ぎてしまう状態を作ってしまうで、えー、飲み過ぎるともちろん食べ過ぎてしまう状態を作ってしまうまあ週2回ぐらいねそのチートで作ってそれはいいんですけどもうんその辺がねどうなんかなっていうところがこうちょっと自分の中でこうハテナというか。 何の疑いもなく水曜日の夜になったら飲んでたものをどうだろうなっていうところがこうちょっとあります。で、えーまあ、水曜日の夜に何もなければですねそれはお酒を飲むでしょうということでこれからもちょっとそれがこういろいろもうちょっとこう自分の中でこう決意しないとお酒を飲まない状態にはならないとは思いますけども。 うどうかなというところ。で、えー、去年のね、10月の末にですね、ダンス教室にこう行ったんですね。で、それで1回だけレッスンに行って、それからずっと通おうと思ってたんですけども、それが水曜日の晩なんですね。えー、9時半から11時、この1時間半のレッスンを1回受けたんですね。で えー、その先生に習うのが僕にとってはいいだろうという先生でそのまあまあ、えー、そのダンス教室のオーナーの方なんですけどもでそこからこう全然行けてない状態をになってるんですけども一応会員には入ってですね一応会員のお金も払ってですね、えー、会員価格でそのレッスンを受けれる状態それが水曜日の夜なんですねでそれをもし受けたらですね帰ってきたら11時半ぐらいになって でそこからまあご飯は食べたとしてもですねわざわざお酒を飲まなくてもいい状態を作り出せるということでですねでダンスもちょっとこう、えー、自分がまあ,まあ武道とかやる中でですねその正確に自分の動き動ける体っていうのを作りたいということでこうダンスをこう始めたんですけども、えー、そういうことをねまたこうちょっと戻してみるというでそのことをすることによって水曜日はお酒を飲まない状態を作って、まあ、木曜日は。 もう休みの日なんでこうたっぷり飲んでいいだろうという形でね、えー、週1回のお酒の形にこう変えていく状態でだんだんそこまでお酒に興味を持たなくなればですね、えー、2週間にいっぺんとかこう、まあ、何か有事の時っていうかその。 えー、例えば結婚式があってそこに呼ばれて行く時であったりとかみんなでこう飲み会をしようとした時とかそういう時は飲めばいいと思うんですけども、えー、それ以外は飲まないような状態をこう作り出すお酒に関してはそういう状態を作り出すっていうのでもいいのかなぁとちょっと思ったりこうしてるということで。うん お酒は僕の中で楽しみの、えー、人生の中で楽しみの一つとしてこう君臨してたんですけども日本酒もねこうやっていろいろいろんな酒屋さんに行ってこうお話を聞いて飲むのは好きなんですけども、えー、それがね週2回じゃなくてもそういう木曜日が自分がこう活動的に動くためにねそこでこう水曜日の晩にお酒を飲むことがどうかなっていうところをちょっと思ってるということ。うーんでお酒 飲む飲まんでそこまで考える必要はないんかもしれないんですけどちょっとね僕の中でねどうなんかなっていうのがちょっとありますねと言いつつこう飲んでるんですけどもこれ今日もねこのあとちょっと結構飲んじゃうだろうなとは思ってるんですけどもそういうことをちょっと考えてるとちょっと勇気いりますけどねその休み前に飲まない いいい状態を作るっていうのはだからそこにこうダンスっていうものを当てはめていくと、えー、ダンスでこう活動してやる方がやっぱり面白いとこう思えるようにね自分がなっていく方が、えー、これからの人生考えるといいと思うんでね、えー、そちら側へ行きたいなと。でダンス行っても夜飲みたかったら飲んでもいいんですけども量はやっぱり11時半ぐらいになるんで量は減りますよね。やっぱり えー、量が減って次の日の、えー、休日になるということの方が、えー、お酒の量も少ない状態で木曜日の活動ができるんでやっぱりプラスの方が多いと。で9時半からスタートなんで9時ぐらいまでは家でシラフの状態っていうことはその間にですね、えー、自分がこう思ってるこう、まあえー、コントを書いたりとか小説を書いたりとかそういう時間にこう当てることができるんで。 それはまた生産性が上がるというかいいかなと思うんでそういう時間をこう作り出すというためにもなかなかいいんかなとこう話しながらそうかなと思ってまあ飲んでもいいしその代わり11時半になってから飲むっていう形こうえ水曜日は7時で終わりなんでそこからもえ飲める状態をこう作り出すんではなくてですねえそれぐらいのこうまあ いい意味で負荷をかける状態を作ってですねえー、いろんな時間を作り出して将来に向かっていける状態を作るそのための、えー、アルコール減少ですねアルコールをちょっと減らすという形をこう取っていった方がいいのかなというふうにちょっと考えるというところですね。うん アルコールだけでここまでしゃべる必要もないんですけどもほんまにそういうふうにちょっと思ってるというところですねうん前はねだからアルコールは飲むことがま楽しみだったんですけどもだんだんこう変わってくるもんですね えまあいろいろこう脳を整えていろんなやりたいこうありたいというえ自分の将来のこう方向へ向かっていくとですねだんだんそういうことになってくるんかなというふうに思いますとまあ赤い顔をしながら言うのもこう説得力ないですけどもそういうふうにちょっと思ってるかなというところであります。ということで今日はねこんなもんにしようかな。あととはまあちょっとこう 時代劇ドラマをちょっと見ようかなというふうに思います。ということで以上です。どうもありがとうございます。